いたくなる今時英会話。今回のフレーズはこちら。ババン、遅刻しそう。はい、遅刻しそうな時って焦るよね、はい、焦りますね。でもあの遅刻しそうって走ってる時は毎回期待してる。どういうことですか？曲がり角でさ、ぶつかった子と恋に落ちるかもしれへん。少々漫画的なねことは放っておいて、遅刻しそう、実際に使うとこんな感じでしょうか。大変や、遅刻しそう。おっと、あ、すいません。あ、すいません。あ、どうも。ぶつからんかっただと。同じ方向に避けてしまうのあるあるだよね。さて、これを英語で言うとどうなるのか見てみましょう。 God, I'm running late. Oops. Excuse me. Oh, excuse me. Oh. Sorry. 遅刻しそうは I'm running late でしたね。はい。I'm running late の他に I'm going to be late と言っても OK です。はい、ではもう一度復習しておきましょう。 God, I'm running late. Oops. Excuse me. Oh, excuse me. Oh. Sorry. いかがでしたか？ I'm running late. いつか曲がり角で恋をしてみたいものですね。遅刻しちゃいそうって時にぜひ使ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。 Wow.